こんにちは、リュウボンです。陶器伝2の体験版。ついにね、来ました。ちょっと一回押しとこうか。よいしょ。まずね、これね、本来だったら、4月の11日からのね、配信なんだけど、プレステ4、プレステ4はね、PS4 版で、かつ、プレイステーションプラスの会員のみ、4月の8日から、プレイが可能ということでね、よかったよかったって感じだ、持っといて。さあ、来たぞ。まずね、プレイヤーの作成からになるが、やはりね、ここはもう、素晴らしいね、要望がなんか知んないけど、ここの中で思っていた要望が、ほんとここからね、キーボード入力の方がほんとありがたいんだよね。はい、リュウボン。よいしょ。性別、性別はね、まあ、みそぎのことをね、考えて、男で行きましょう。大事だよ、そういうのは。髪型はね、やはりね、こう、気合に入ったおっさんで行くんで、こう、ちょんまげ、宮本武蔵みたいなね。こういうのね、これは佐々木小次郎風なね、森蘭丸的な感じだから、ちょっと違う。前と同じ髪型は絶対避けたいので、三角ボタンが押せるようになってるね。どういうことだ？なんだよ、これ。ちょっとなかなかホスト風なものはね、ちょっと三角押してみよう。あ！へえ、かなり、派生がある髪型があるね。これどう違うの？あ、分け目か。細けえな。なんだこのクラウドみたいなやつは。まあ、クラウドなんだろうな。まあ、分け目系だな、これも。ちょんまげでごじゃる。やだよ。まあ、いったね。これの？なるほど。なるほど。単純っちゃ単純だけど、まあ、髪型にね、確か変えられるはずなので、これでいきましょう。髪の毛は当然、量は黒だ。で、顔。輪郭。あ、結構細かく変えていけるね。年齢。お兄ちゃん、これはちょっとな。ま、今までに比べてかなりね、細かく作れるようになってるな。なるほどな。俺ね、実はそんなにね、キャラクリに時間かけない人なんで、この顎の前後。これね、これやると、エンディクニュールバゲルってなっちゃうわけだね。俺もね、こうやって実況しなくちゃいけなくなるから、これはやめておきましょう。えら。いいんだけどな。もうちょっとこう、なんか自動で作れないかい？まあいいや。じゃあちょっとね、眉毛は、違うね。ちょっとね、ごつい感じにしたいんだ。そうそうそう。で、あと、ちょっと目をさっさと変えたい。目は口ほどに物を言うと言うからな。なんかさ、一周回っちゃったんだけどさ、全体的にこう、クリッとしたのが多いな。ちょっとこれをいじるか。目の色はこれでいい。大きさは、なるほど。これは気持ち悪いね。グリングリンしてるね。なんかさ、こう目がすごく大きな、こうコスプレイヤーの絵を、写真を思い出したな。ちょっと気持ち悪いやつ。でも目はね、目力があった方がいいので、ある程度大きい方がいいんだよね。上下はいい。感覚は別に良い。角度か。お、凛々しくなったな。拙者、ちょっと目が気持ち悪い。横から見るもんじゃないけど、まあ、どうせね、見ないし。目を開き、これすごい目力だな。これやらしいね。こう、むっつりって感じなの。カーツ！これやりすぎなので、まあ、こんぐらいにしようか。こう、みそぎ入ってる時にね、この目で見るっていうね。ちょっとどこ見てんのよ、つって。そこを見ておるのじゃ！はい。瞳の大きさ。なるほど。小か大か。まあ、ちょっと小はね、怖いので、大にしときましょう。まあ、こんなもんにしよう。あんま時間かけるつもりないんで。で、あと、エラ。エラもね、
輪郭のエラーをやっぱりちょっとごつくしたいんでね。あーでもこんなもんか。このエラーが張ってれば張ってるほど、いわゆるいかつい系のね顔になってくんで、まあこんなもんでいいか。で上下はいいかな。うん、いいねいいね、結構細かくできていいじゃないか。であと肌色、いや絶対あるはず。あった肌。やっぱこうね修行してきてるわけですから多少焼けてないとおかしいでしょ。あれなんか分かりづらくなったな。なんとなくの感じでいいか。うん、うん、待て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 、決定決定決定。まあいいんじゃない。装飾、お、ヒゲいいね。うん、ちょ、こういう信長系じゃなくて、顎ヒゲがいいんだよね。俺もね、まあ、今ね、ちょっと新しい職場に入ってね、まあ、転職してね、間もないので、生やしてないけど、俺ね、基本、あ、嘘、顎ヒゲ、あ、書いてあった、下に。俺ね、ここまで振り返るじゃないけど、顎ヒゲ伸ばすタイプなんで、ね、これ、いや、なんでこんなに、なんか、ごっそり、こう、もっさーってしてない?ヒゲ。もっと自然なの。なんだろうね。なんか、なんだろうね。なんか、もっと短くていいんだけどな。えらい伸ばすね、この子は。じゃあ、これで、プラス、顎いらね。俺の思ってる顎ひげがない。ちょっと傷、あー、かっこいいな、ね、よ、これ。もうちょっと年取ってた方がいいかな。メガネいらん。お、なにこれ。あー、色メガネね。あ、宮川大輔みたいだね。あかーんつって。死ぬ前に言わないといけなくなるので、メガネはやめときましょう。なにメガネばっかりなんだ。まあ、装飾ってそういうことか。へぇ。傷とか多分あるんじゃないか?パーツ。ないか?でね、ちょっと、肌じゃない。ね、年齢をね、ちょっとだけ。ちょっとわ、あー、シワが入るだけか。やめとこう。体型。まあ、体型的にはちょうどいいんだけどな。なんかこの顔嫌だな。ちょっと待って。一回飛ばした方がいいのかな、これ。ちなみにね、この、かっこいい顔ってのはある程度ね、顎は前に出てた方がかっこいいんだぜ。この横から見てちょっと月な感じに、月型?あんまり顎引くとね、顎ないとダサいんで。こんな感じかな?ちょっと、ちょっとしゃくれてんな。やりすぎた。はい。エラの幅はわかんねえな。もういっか、これで。ね。さあ、声だ。再生。絶対違う。違う。違う。今のね、あれだな。なんだっけ、あいつ。槍使いの、忘れた。はぁ?鬼撃つために、神明を取る。違うな。あ、かっこいいな、これ。あ、これ、顔に合ってるよね。声の高さもこれでいいや。武器、さあ。初期装備を選択します。武器はゲーム開始後でも自由に変更することができるよと。まあ、武器庫の中、あ、こんだけしかないんだ、最初。あ、縦剣と仕込み無知。くそ、これね、実は俺ね、まあ、ツイッターとかではね、やっぱ縦剣だわ、みたいな言ってたけど、いざね、この両方選べるとなると、仕込み無知の方がいいかな。縦剣行くか。ね。縦剣、仕込み無知。うん、縦剣に行く。なんかね、属性が3つもついてんだよ。残、突、裁って。なかなか面白いじゃない。学習設定、操作設定、振動はもちろんブルブルしてちょうだい。カメラ設定、ノーマルリバース。まあ、これはやってからだな。まあ、大丈夫だと思うけどね。カメラ速度はちょっと速くしてほしい。俺、陶器でね、めちゃくちゃ速くしてるから。で、カメラ上下リセットは、まあ、オフにしとくか。まあ、こんな感じかな。画面。
マップの向き、固定、自動、同行者の記録はもちろん詳細だろう。グラフィックス、左側の絵をでだけ見えて、右の絵が見えないように、まあ、見えないっつったらもうね、こんな感じなんだよ。暗いでしょうが、こんなの。あの、動画としてね。だからちょっと、これで。よし、いいんじゃない？さあ、行くでござる。これあれかね、引き継ぎ行けんのかね、本ちゃんまで。6月だからな。遠い遠い昔。ん？この地がまだ人のものであった頃、鬼と呼ばれる異形の怪物が現れ、人の世を蹂躙して回った。人々はなすすべなく、恐怖に震えながら、嵐が過ぎるのを待った。そこに、一人の戦士が現れて言った。私は遠い彼方から、鬼と戦う手段を伝えに来た。あなたたちが望むなら、私は必要なすべてを教えよう。だから私と一緒に戦って、と。戦士の呼びかけに応え、多くの勇者たちが立ち上がった。人々は彼らをこう呼んだ。金眼四つ目の守り人、もののふと。それから千年、人の世は再び暗闇の中に沈もうとしていた。今からその物語を語ろう。マホロバの里。やべえな、楽しみだな。おお、水が綺麗。いや、極みのね、PS4 版では若干残念なとこあったからね。今のはね、嬉しかったよ。消えてねえだろうな。消えてねえよ。邪魔するぞ。時継ぐ、博士。かわいい。てか、時継ぐすっげえ声低いのね。無事みてえだな。よく眠れたか？いい声してんな、おい。早速だが、今日から働いてもらう。ダセーな、俺の盾剣。見てこれ。ゼルダが持ってるやつやん。初期のね、しかも木の盾や。お前の体を考えるとあまり悠長にしてられる。なんでなんで、教えて。まずは里の正式なもののふになれ。呪いを解くには人と交わってこの世界との結びつきを持つことが必要だ。呪われてんのめね、俺なんか。私は鬼の手で後から合流する。後から合流？まあ見ていろ。ああ、それと時継ぐに里を案内してもらえ。これからモノノフになるんだ。使う施設ぐらい知っておけ。時継ぐよろしく。特に御霊の扱い方は念入りに聞いておけ。記憶がない以上一からやり直しだ。じゃあしっかりな。リューボンって言ってよ。まあ、言うわけねえけどな。あ、おいおいおい、相変わらずの俺様野郎だな。超いい声してんなこれ。そういうわけだ。里の探検と行こうぜ。行く。マホロバの里の巡回、小目標、カジアの話、ヨロゼアの話、再始動剣コレオリア、全部読み切れなかったぞ。さあ、なかなかあれだな。ちょっと待って、カメラ早すぎた。ちょっと待ってね、ごめんね。早すぎる。普通にしとこう、まあ、最初はね、ゲーム側がね、用意したスピードでやるべきだよね。さあ、あとね、今回一応ね、どんなんかわかんないから、あの、60fps で録画してますと。で、まあ、見たところ、今んとこ 60fps で動いてるみたいだけど、まあ、そんなに、で、第2回ぐらいで、ちょっと、30fps でね、フレームレートね、録画してみ、やって、ちょっと投稿してみて、で、品質がそんなに変わんなかったら、30でいきましょう。はい。あ、かわいいじゃん。鬼退治で何が大事かわかるかしら？一に準備、二に準備、三に準備よ。武器と御霊の手入れを怠らないようにね。あんま言えてねえぞ。さあ、これは武器屋だな。違うな。よろず屋だ。いらっしゃい。見ての通りよろず屋だ。素材だの食材だのが売ってるぜ。武器や防具なんかも並んでる。状況に応じて商品が変わるぜ。定期的に覗きに来るんだな。マホロバの里の巡回一個終わったと。最後はお役所。お役目どころの話を聞くというのがあったらしい。お金ないだろ、俺。あ、お金ゼロや。さあ、どんなのが売ってんのかな。素材のそばにある数字は希少価値と。
数字が大きいと入手するのが難しいぜ。だからここに売ってるのは全部簡単なんだよ。難しいのは自分で手に入れてくれよなってことだな。さあ鍛冶屋、おいタタラじゃねえのか。あ、でも多分ね、この NPC っぷりはね、この目がないね、この感じは多分後で正式な人が来るタイプやな。でも大体こいつ、ほら見て見て、金槌ちゃんと持ててねえからね、うん、絶対後から来るから。ここは鍛冶屋だぜ。鬼から取れた素材を使って、もののくの武器や防具を作ってる。鬼から作った武具ですか？でしか、鬼は倒せねえかな。すいませんね、噛みまくってんのもね、今ね、1時半なんだよね。まあ、だからといってなんだって感じなんだけど、まあ、すっげえ眠いんだわ。でも頑張ってるよ。お前も鬼を倒したら武具を鍛えてみな。ちなみに、ここを仕切ってるのは俺だ。あ、なるほどな。この体になる前は、もののふ兼鍛冶屋だったんでな。里の職人がひよっこばっかりで俺が指導してやってんのさ。心根が優しいと苦労するぜ。頼みがあるときは俺に言えよ。オッケー。時継ぐかわいいなぁ。このね、このギャップがいいね。このちっちゃいのにさ、なんか、ね、この低い声。ねえ君、宙に浮いてる不思議な金色の門を見たことはないかい？噂によると、世界のあちこちに隠されてるように存在してるらしいよ。まあ、だから何って言われると困っちゃうんだけどな。暇つぶしに探してみるのもいいかもね。そうすると、多分、きっと、トロフィーが見つかるよ。よし。これは、おう！なんか、しきみみたいな女の子や。あ、でも、ちょっと、しきみよりもしっかりしてるね。つうか、む、胸元の裸っぷりはどういうことだ？これは、あれだろう。しきみよりもダメでしょ。しきみは、大きいだけで、あんな着物のね、着方してねえから。ひさねだって。ちょいと新入りを紹介してんだが。存じ上げております、時継様。リュウボン様？本日は、どのようなご用件でしょうか？話が早くて助かるぜ。こいつに御霊のことを教えてくれねえか。よろしくだ。御霊でございますか。なるほど。私は御霊の巫女、戦学の身ですが、知っていることをお話ししましょう。よろしいですか。よろしく。御霊はもののふの力の根源、鬼に囚われた英雄の魂です。まあ設定はね、当然ながら同じみたいだ。その魂を鬼より取り戻し、力となすのが古くからのもののふの習わし。あなたの体にも力強き御霊が宿っております。それがどなたの御霊かお分かりですか？とりあえずこれだったよね、前はね、前回。源の義経、平安時代を生きた若き英雄ですね。ね、最初から持ってたもんね、これ。おや、ん？別の御霊の存在も感じます。お、素晴らしい。俺も無杉の君なのかな。なぜあなたにそのような素質があるのか私には分かりかねますが、その素質を帰化とし、さまざまな御霊を集めると良いでしょう。分かった。まずは御霊を装着してはいかがでしょう。するぞ。あ、武具にはそれぞれ、これね、根高でいいのかな、読み方分かんないよな。溝ってこうでやってるよね。あ、そうそうそう。今回ね、ちょっとご覧のようにね、御霊の、このグラフィックね、絵をすべてね、書き直したらしい。うん。で、まあ、書き直さなくていいのにって言ってた人いたけどね、まあ、普通に考えてね、この陶器伝2っていうね、もうオープンワールドっていう全くこう別のゲームになるっていうことと、まあ、新しい武器、新しいキャラクターね、これだけ新要素をどっしり構えて、絵が同じってのは多分ね、やっぱりこう作ってる側としては多分できないよね。うん。だからまあ、うん。で、俺はね、全然そこどっちでもいい感じだから、うん、新しい絵をね、楽しんでいこう。さて、武具にはそれぞれ根高があり、御霊を装着することができるぞ。穴が開いてんだな。装着すると、その御霊が持つスキルが有効になる。御霊の装着はマホロバの里の中でのみ行えるから、外ではできないんだよってことだな。わかった。やべえ、もう俺外とか行ってるもん。あ、ここもうやっていいんだね。
お、聖徳太子もいるね。まあ、とりあえず源の絵ですね。見たい。絵を。おー、ちょっと、若干気になるね、さっきから。キャラクターの絵が出るのもちょっと遅れて出たりとか、するけどね。まあ、いいけどね、別に。これだけね、でかい絵で出るんだったら。つうかね、これ嬉しいわ。前こんなに大きな絵出なかったじゃん。ね、見たかったのに。うん。すげえ。ちょっと聖徳太子も見たいぞ。うん、まあ、聖徳太子はこうなっちゃうよね。まあ、こんなに美しかったかどうかわかんないけど。あ、そうじゃんか。御霊の。そうスタイルだよ。ちょっとそう使おう、そう。より良き国のため、努めましょう。よろしくな、七か条。払い力、上昇。う、何待って、何上昇の右に、なんか、ランクみたいなのがあるぞ。今、星みたいなのが全部で5個あって、1個ついてるよね。何ちょっと。あ、ちょっと待って。戦闘スタイル、そう。早期を具現化し、五大属性の扱いを得意とする御霊。早期に任意の五大属性を付与する。鬼払いに成功すると、早期の無償時間が増加する。まあ、召喚だよね。で、攻守召喚、英主召喚、五輪権限。おそらく、まあ、名前の通りで、攻守に関しては、攻撃するタイプの鬼を召喚すると。で、英主は守ると。で、謎なのが五輪権限だな。五輪だからあれかな？五大属性かな？五大属性を、こう、攻撃手段として持つ鬼を、やるのかもね、召喚。やっばいなぁ、ちょっとこれ。その真なる力を解放していきます。積むべき経験は様々です。御霊の声に耳を傾けるとよろしいでしょう。どういうことだろうね。ちなみにですが、私は御霊の成長を促す技を心得ています。ほう。早く御霊を成長させたいときは私の再始動にお立ち寄りください。これあれだね、左下のこの女の子のね、ヒサネの胸の大きさと、グラフィックの方のね、CG の方の胸の大きさ、あれだね、だいぶ差異があるよね。うん、まあ、俺はちょっと CG の方がいいかな。趣味で小料理屋も営んでおります。そちらもどうぞ、ごひいきに。料理、あー、なるほど。な、モンハンみたいに、料理食ってステータスアップさせる。だから、今までで言うところの、お祈り、賽銭箱が、多分料理になったのかな。御霊はあなたの友であり、力の夢おろそかにされることのなきよう。もちろんだ。それでは行ってらっしゃいませ、お客様。ありがとう、行ってくるよ。はい、再始動兼料理小料理屋の話を聞いた。最後はお役目どころの話を聞くぞ。そうだな、最後のそこ、あ、グエンだ、最後のそこだけ聞いてね、終わりにしようか。マホロバとは住みよい場所の意味らしいな。ふさわしい名だと思わないか。かわいいね、この絵。左下のね。もちろんグラフィックも可愛い。あ、すごいね。なんか、スカートがチェックだね。なんか、すごい、西洋騎士って感じのね。もう一回。あ、後ろいいじゃん。ふさわしい名だと思わないか。いいね。鎧と、着物と、スカートっていうね。で、足元がブーツっていうね。もうめちゃくちゃな感じがいいんじゃないですか。さあ。あ、跳躍席がもうあるけど。まあ、今回はね、この話だけ聞いて一旦終わりにしましょう。お疲れ様です。お疲れ。ここはお役目どころだな。モノノフの仕事、任務が受けられるぜ。とりあえず、任務受けだけはここに来な。隣は指南所だぜ。武器と戦闘スタイルの指南が受けられる。お前は記憶喪失だったな。指南を受けて戦い方を思い出しとくといいぜ。よし。OK。とりあえずは、完了だ。佐藤の紹介はこんなもんだな。そろそろ、ベニツキ様に会いに行くぜ。行こう。昨日会っただろ。いつくさの英雄の一人、佐藤で最強の使い手だ。出発進行だ。というわけでね、パパッとね、このイベントが進んでしまう前に、一旦これで終わりにしたいと思います。楽しみすぎるが、夜中なので、大きな声で出さないように頑張っております。ね、今もあんま言えてないけど、右の方で天候は寝てるのに気づいているかな。
それでは最後までご視聴ありがとうございました。またな。